フィッツパトリック尺度と皮膚癌のリスク。つまり、白いほど紫外線に敏感であり、皮膚癌のリスクが高い。よって、白いほど紫外線に対する防護が必要になる。フィッツパトリックのスキンタイプとは、紫外線に暴露されたことによる感受性をもとに、人の肌の色を6段階に分類した尺度である。フィッツパトリックのスキンフォトタイプとも呼ばれるほか、省略して、 フィッツパトリック尺度やスキンフォトタイプなどと呼ばれることもある。日焼けの起こり方や、それによる皮膚がん発生のリスク評価、皮膚科の処置や化粧品の反応を評価するためなどに用いられる。1975年にトーマス B ・フィッツパトリックによって開発された。最初、日光に暴露した白人の反応を分類するために、I から3までで分類した。百七十二年に、 アメリカ食品医薬品局は日焼け止め指数の SPF の評価にこの分類を採用した。紫外線等への皮膚の反応の違いを評価するためにこのスキンタイプの分類は1975年にトーマス B ・フィッツパトリックによって開発された。ある種の抗戦過敏症の治療に用いられるプーバ両方の際に当初は 髪とめの色に基づいて照射する紫外線の強さを決めていたものの、それでは患者にとって強すぎる紫外線となることがあった。そこで紫外線に対する皮膚の反応に基づいて照射する紫外線を決定するように変更し、加えて広い範囲のスキンタイプへと拡張された。フェリックス・フォン・ルシアンによる肌の色のカラーチャートフィッツパトリックのスキンタイプは、 紫外線に曝露された時に発生する火傷にあたる赤い日焼けとその後に反応として起こる。紫外線から身を守るために皮膚でメラニンを合成したことによる黒い日焼けの発生の仕方によって分類されている。なお、併記されている点数はより古いホン・ルシアンエスクロマティックスケールの36点との対応を示す。このタイプは遺伝に基づく肌の色だけでは決まらず。 日焼けの習慣によって変わってくる。したがって同じ人種であってもタイプが異なることもある。なお、白色人種でタイプアイから3程度、黄色人種でタイプ2から4程度と言われている。紫外線によって後半を生じさせる最小後半線量とスキンタイプとの関係はタイプアイを1.0としたとき、次の通りである。フィッツパトリックのスキンタイプは、 紫外線に暴露された時に対する日焼けの仕方の評価の他にも、紫外線による色素沈着の発生のリスク評価、皮膚がん発生のリスク評価、光老化のリスク評価などに用いられる。また、ケミカルピーリング、美白剤、日焼け止め剤、マイクロダーマブレーションなど研究でも使われる尺度である。ありがとうございます。